はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズ SH フィギュアーズのキャプテンファズマです。はい、SH フィギュアーズのキャプテンファズマがついに出ましたね、ベイダー卿。ベイダー卿じゃないけど嬉しいですよ。はい、すごいこれ見た感じにね、ギラギラしててかっこよさそうですね。うん、早速開けていきましょう。はい、よいしょ。はい、うおー、すごい、キラキラ取り出してください、はい、うおー、すげー、めっちゃキラキラ。はい、こちらが SH フィギュアーズのキャプテンファズマですね。はい、めちゃめちゃかっこいい。はい、すごい、やばいほどキラキラ。この銀がね、もう素晴らしいですね。はい、もうちょっとアップにしてみましたけど、こんな感じですね。はい、これすごくよくできてるよ。はい、足はこのような感じですね。はい、可動はいつも通りですね、はい、肩、腕、手首、はい、股関節、膝、足首、はい、で足の先もあるね、はい、SH フィギュアーズはね、うん、首、うん、腰、はい、胸、うん、素晴らしいですね。はい、もしかしてこれあれなのかな、うん、首をブチッと取ってマスクね、あ、やっぱ取れるね、うん、でマントを外せますね。はい、マントを外すとこちら側の肩ですね、何もついてないんだけど、はい、ちゃんとね肩パーツがついてきました。はい、これを装着すればいいんだね。うん、こんな感じでつきましたね。はい、はい、意外とあれだね、マント取っちゃうと普通のトルーパーだね。銀のトルーパー、うん、はい、SH フィギュアーズのファーストオーダーストームトルーパー並べてみますと、はい、こんな感じですね。はい、うん、ちょっとやっぱり本当はねファズマの方がでかいんだけど、うん、サイズはほぼ一緒ですね。うん、うん、あと手首パーツが他に4つついてましたね。はい、はい、それとこちらがキャプテンファズマのブラスターですね。はい、すごいねこれ、うん、金ですよ。はい、素晴らしい、やばい。はい、ブラスター持たせてみましたけど、うん、超かっこいいねこれ、うん、やばすぎるかっこよさ、これはすごいよ、うん、すげえかっこいい。史上最高じゃないのこの格好。そうだよね、あの映画ではほとんど登場しなかったキャプテンファズマはこんなかっこいいとは。そうだよね、うん、ちょっとエイちゃんのポージングさせてくれる？あ、やってみますか、また今日も。はい、はい、お願いします。はい、はい、ということでエイシン君完成しましたか？はい、はい、じゃあいきますね、こちらですね。はい、はい、でにゅにゅにゅ、おお、いいじゃん、うん、狙ってる感じにしたんだよ、狙ってるのね、うん、なるほどね。あ、ちゃんと左手で添えてブラスターを、はい、あ、いいね、狙ってる感じになってますね、うん、こんな感じか。はい、おー、いいじゃん、うん、かっこいい。はい、はい、ということでファーストオーダーストームトルーパーとキャプテンファズマとカイロレンを並べてみましたね。はい、いいじゃないの、はい、この3人揃うといいね。そうだね、うん、ちなみにこのファーストオーダーストームトルーパーはファーストオーダーに勝利を、うおーって感じですね。あー、倒れた。I'm in charge, Phasma! I'm in charge! はい、ということで今回はスターウォーズの SH フィギュアーズキャプテンファズマでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、超かっこよかった。超かっこいい。大満足これは。はい、素晴らしいですね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、そちらのフォローもお願いします。はい、ちょっとね今日ねパパに舌噛んじゃってね、口が回んない。は、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。